こんにちは、アウトドア夫婦です。今日は恩納村にあるブルーエントランスキッチンというカフェに来ています。ここがね、私がインスタで見つけてからめちゃくちゃ美味しそうすぎて、もう来てみたかったんですよ、ずっと。タコスとかステーキとかいろいろめちゃくちゃ美味しそうなのがあるので、今日ちょっとここで撮影していきます。今日カジバーバーしてるさ。だからよ。まあこのまま入るか。If I'd ever known, I'd ever known how you'd forever change my life, I would up and go.I would up and go, I'd walk out of sight. But I'm glad I rearranged it, rearranged from falling apart.ブルーエントランスキッチンなんですけど、ここはね、目の前に漁港の方があるんですけど、その漁港の方から有名な恩納村のダイビングスポット青の洞窟に船が出てることから、ブルーエントランスキッチンと名付けられたそうです。店内もね、ちょっとこういったコンクリート張りになってて、この洞窟をちょっとイメージした感じの店内になっているようです。クリスマスのランチ、乾杯。噛みやないかつまんな。やらせんなよ。あれ、何注文したの結局？和牛ビーフ、和牛チーズビリヤと BEK、 あ、 BEK、 BEK ワンピースコンボ、ワンピースコンボの、じゃあタコスはどれにしたの？ザクザクフィッシュ。おう、うまそうやな。ね、やばそう。めちゃくちゃうまそうやん。楽しみ。この反応はマジで美味しかった時の反応です。うまい。今までのタコスで一番美味しい。金タコより、うん、あらら。いや、金タコはなんか種類が違うから。あ、まあ確かにね。
まそう。これはめっちゃ美味しい。俺っちも早く食いたいぜ。やばい、チーズはやばい。チーズめっちゃトロトロだし、いっぱい入ってるし、お肉も美味しいです。ボーロ、ボーバスー、うわ絶対うめえだろこれ。うん、めっちゃチーズとろける、ね、うまいわこれ。美味しいよね、うん、うまい。これ絶対和牛食った方がいいわ。もう和牛は外さないでほしい、外さないでほしい、うん、たまらん。もうペロって食べれちゃうね、これすぐなくなっちゃうから、やっぱ一人一つ食べたい。これ一瞬でなくなる、ね、やばいわ。わスープ、スープしすぎて。見てこのザクザクフィッシュフライ、このボリューム半端ない、ね、わ美味しそう。衣がやばいよこれ。でもタコスももちもちだしね。食っていい。じゃあいただきます。うん、どう、うん、めっちゃザクザク。これうまいよ、魚だけど。いただいちゃいます。うん、うん、美味しいよ、うん、全然魚、あんまり魚っぽくない、なくなくしてる。ぜひ女村に来たらここも観光スポットとして行ってほしい。私絶対行った方がいいです。ここはもうおすすめ。俺さもカヘレ、うん、ポテトうま、うん、ポテトも美味しい。ここ行っていい？いいよ。幸せ。ここうまいわ。うまい、うまいです。ね、これは人気出るね。うん、最高。美味しい、このスープ。ラーメン屋かよ。美味しい。うん。すごいよ、なんかおしゃれな味がする。なんかレストラン、イタリアンレストランのおしゃれな味。ビリアの味だ。ビリア、ビリア。ビリア。ビリア。と。うん。うまい。うまそう、うん、うん、目の手の指の味する。怖っ、怖っ、怖とか言われたんですけど、本当はこれ、本当はディップするやつじゃないけど、ディップしてみます。やってみよう。絶対美味しいよこれ。ディップも美味しい。どっちがうまい、ディップするのとしないの？しない方かも。あやっぱディップするならあの和牛、うん、和牛がめっちゃうまい。ごちそうさまでした。あめっちゃうまかった。ここの上の方が宿泊施設になってるそうなので、ぜひね、女村の方に来たらこの上の方に宿泊して、ついでにこの下の方でタコスを食べるというのもありじゃないかなと思います。めちゃくちゃおすすめです。ここ渚も大満足で、また次来たらまた同じ和牛チーズビリアを食べたいということでした。あいつ偏食家だからな、同じのしか食わないんだよいつもね。めちゃめちゃ美味しかったです。ここはもう間違いないね、もうハラチェ。ぜひ沖縄に、女村にね、来たらここ立ち寄ってみてください。美味しいのでおすすめです。セバーワンツー、良いクリスマスを。